はすでに異次元、41セーブを挙げ自身初のセーブ王。制球の B に強化、特殊能力は超存在感。さらに制球が強化、7回を喫したがリード時はさすがの安定感。自身のパリーグ記録を更新する43セーブで2年連続のセーブ王。通算178個目のセーブを挙げ外国人投手の最多セーブ記録を更新。制球が大幅に強化され、7月には通算200セーブを達成。アニバーサリーで初選出、シーズン54セーブでアジア記録を樹立。3年連続セーブ王、さらにシーズン MVP と日本シリーズ MVP のダブル受賞。スプリットの変化量が強化されたが股関節を痛めシーズン序盤に帰国した。2年連続アニバーサリーに選出されたが、シーズンは6試合のみの登板に終わった。9位のステータスが初めて下がる。その後登板はなく2021年現役引退。両リーグで30セーブを挙げ3年連続40セーブは超人的記録。通算234セーブを挙げ通算防御率は驚異の 1.55。